これジャニアでーす。ってことでね、キングで動画撮ってるんですけど、なんかね、昼寝から目覚めたら、キングダムとか他のキャラが強化されてました。なんか新しいね、覚醒スキル、ウェイプラスとか、ドロ強プラスが追加されて、めちゃめちゃ強くなってました。見ていきましょう。まずは、はい、こいつ。パイモン、ダンタリオン、エスカマリ。で、こいつらは、はい、こんな感じで。まずは、スキブ、封印、指、クライミプラス、で、プラプラス、クライミ完全耐性、樹脂、樹脂、で、ドロ強、ドロ強、プラスプラスプラと、回復ドロ強プラスと十字。で、スキルが6解除。非回復6個生成と。で、一旦ヘイストの全ドロップ強化となってます。で、まあ、スキルは、まあ、リーダースキルはまあ、特筆して強くないけど。まあ、こっち強いね。はい、で、続いてこちら。ダンタリオンも、まあ、同じようなスキル覚醒してて、スキブ、封印、弓、毒耐性、完全耐性、樹脂、樹脂、ドロ強3つ、プラス、ドロ強プラス3つ、十字。で、6解除、非回復、6個生成。で、一段ヘイストで全ドロップ強化と。はい。で、続いてこちら。エスカマリだけ超覚醒出てるね。エスカマリが、闇ドロ強プラス4つと、樹脂3つ。樹脂3つ。で、封印耐性、スキブ4になったりとか、ドロ強プラスついたりとか、バイトついたりとか。スキブ4の樹脂3つか。強いな。で、気、回復、お邪魔、毒、爆弾ドロップを闇に変化。5ターンの間、闇ドロップを少し落ちやすくする。あ、強いなぁ。強いね。強いね。これなんかバランと同じような覚醒してるね。スキブ4で受信3つだもんね。で、続いて、はい。いや、これサブで使えそう。続いて、はい。続いては、はい。シアトとリーチェ。はい。シアトが、お邪魔耐性、スキブ、封印、指、受信2つ、ウェイプラス3つ、ウェイ。がつくと。まあ、超覚醒、帯と、バインドも選べます。で、まあ、スキルが、光、回復、お邪魔、毒、爆弾ドロップ、水に変化。で、5ターンの間、水ドロップを落ちやすくする。まあ、スキル変わってないね。リダースキル変わった？これ。38倍出るけど、これ。前から38倍も出るっけ？シアトって。てかさ、これ、火力やばくない？これ。樹脂2つに、ウェイ7つ。樹脂2つに、ウェイ7つって、くっそ火力出るよね、これ。やっぱ。やっぱ、副属性ないんだ。本体の、ああ、種属性だけか。種属性だけだったら他でも全然乾燥するからな。副属性があればな、副属性変えたりもできるのに、もったいな。さあ、続いてこちらです。はい。リーチェ。リーチェがバインド、スキルチャージ3つ分だね。スキルチャージ3つ。で、スキブプラス。で、封印、指。5色強化、7C、5色強化。まあ、5色強化の他に、スキブとかチーム HP、チーム回復、雲、帯がつくと。で、ロック解除6色陣とダブル吸収5ターン。あ、強いね。強いわ。リーダースキルも24倍軽減と、半減。軽減半減24倍5秒延長となってますと。はいはいはい。いや、リーチも強いね。スキルチャージ3つでしょ。で、5色2つの 7C だから火力も出るし。あ、強いな。で、リーチに関しては副属性みずみずだから、普通にちゃんと火力出るもんな。火力出るから強いね。いや、強いな。さあ、で、続いて、はい。あ、ついにキングダムだね。キングダムの強化こちらです。はい。まずこいつ、バインド、スキブプラス、封印、で、暗闇、樹脂、樹脂、樹脂、ウェイ2つ、プラス1個。え？樹脂3つにウェイ3つ？やっば！で、1ターンの間き、自分の、攻撃力が3倍と、スキル、1ターンヘイストと、スキル進化。あ、まあ、スキル変わってないだろうね。これは多分、覚醒スキルが変わっただけだと思うけど、いや、樹脂3つにウェイ3つはやばいでしょ、火力。まあ、副属性と非属性、だから、非属性と種属性が違うから。あれだけど、副属性と種属性違うからあれだけど、いやでも樹脂3つ、ウェイ3つはやばいね。次こっち、はい。ヨーターンは、スキブ4、封印、お邪魔、樹脂、ウェイ6個、樹脂、あ、樹脂2つ、ウェイ6個。やっぱ火力。やばいね、これ、ヨーターンはもう。いや、全体的にやばいな、火力の上がり方。で、続いてこちら。こいつは、はい、スキブプラス、封印、指、樹脂、ウェイ4つ、たこ焼き、樹脂、樹脂、樹脂、ウェイ4つか。こいつ、星5だよ。星5で、樹脂2つに上4つはやばいね。やばいね、火力。絶対乾燥するやん。ちょ、待って、これさ、副属性も光じゃん。副属性まで行くんじゃない乾燥、これ。え？やばくない？普通にそこら辺のサイリアと一緒じゃん。続いて。しかもスキル強いしね、そこそこ。あ、エイジデイだ。エイジデイ黒メダルキャラだね。バインド、スキブ4、封印、お邪魔耐性。で、指、樹脂、ウェイ2つ、樹脂。樹脂、樹脂、ウェイ、ウェイで、お邪魔耐性とスキブ4か。うわ、エイステイも強いね。エイステイ強いな、これ。
で、6ターンの間、光と水ドロップを落ちやすくして、全ドロップを火、水回復に変化する進化だもんね。エイステイ黒メタルキャラで武器も強いし、本体も強いから、ほんと取んなきゃダメだね。これ取っときましょうね、これみんなね。いやー、スキブ4とお邪魔と樹脂樹脂ウィーウィーは火力出るから強いでしょう。って感じかな？以上かな？はい。以上かな？詳細は来週改めてウェブページにて案内しますとのことです。来週なんだ。ってことでね、まあ、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。